2回目だから大いに盛り上がろう、子供バーン。Thank you.
1曲目時が流れてありがとう。続いてデッション、新しく編み出した歯ぎしり奏法だ。これがロッキー F のハードロック講座っていうのに書いてて、秘密テクニックをいっぱい教えたけど、これだけは教えてない。今日来たやつで特別ディレイをかけて、このこれちっちゃい音だと、ちっちゃい音だと大したことない、大きい音だと本当にこの心が激しい奏法だね。 OK、 毎月一つずつ新しいテクニックをみんなに教えるじゃないか。 OK、 OK、 必ず学園祭でやるんだぞこれを。恥ずかしがらずに、だいたいヘルメットアンプとか真似してつけて出てってやつがいるらしいけど、みんな恥ずかしがって下向いてやってるからいけないんだ。あんなもん堂々とやんなかったら絵になるわけないじゃないか。
俺だって何言わないでやんなきゃ何やってんだか分からしない。ありがとう。OK、ローディプラザー、本当3時45分からのステージはみんな学校帰りも多いみたいだ。セーラー服が多いし、小僧もさっきの小僧と入れ替わって、なんか学校帰りの真面目な小僧がいっぱいあって、今日は男もいっぱいいて OK。よかった、ワンステメイト続けて見てる人は何人ぐらい？なんだお前、さっきからいるのかちくしょう。OK、ワンステメイト続けて見てる人は OK、ありがとう。取れるのか、フラッシュもたかないで。OK。大丈夫か。OK、ワンステ目はちょっと曲もハードな曲で通したけど、ツーステ目をハードだから、みんな耳を。このローディプラザーっていうところは、大体渡辺克実大先生が、ティティン、ティリッチュン、チュチュン、チュチュン、ティティティリッチュン、ブリーってんで、始まることになってて、すごいあれは、すごいああいうので始まって、はい、どうもって日向康雄さんが出てきて、すごいテンポのあるかっちょいいのがあって、子供バンドでかい音だって、本当にさっきモニターがピリピリって破けてるんじゃないこれは。帰って破けてたって俺は知らないぞ、俺は弁償しないぞ。ローディのスピーカーは丈夫だということになってますから、破けはしないでしょ、絶対。破けてもすぐ工場から持ってくるんだろうとか、どうせ。お前悪口ばっかり言ってる、来月から仕事は来なくなって。来月もよろしくお願いします。OK、土曜日子供バンドってことだから、みんな学校帰りもいるし、本当仕事帰りもいるし、仕事サボりもいるし、もう何にも仕事してないのもいるだろうけど、OK、子供バンドのテープを持って帰ったら、コピーだけはこのテープからしないでほしい。OK。テープライブだからね、俺たちはライブで勝負してるから、これは今日のはテープを取ったって、そういうのは面白くないテープなんだけど、よくないテープじゃなくて、コピーした人は10月21日に出る子供バンドのファースト LP をファーストアルバムを買ってコピーするんですけど、そっちはレコーディング用バージョンでね、すごい難しいハイテクニックを駆使してステージと同じことやってるからな。 OK、 そっちはでもエコーとかいっぱいかかってるから、ちょっとやりにくいだろうな、高いエコーがかかってるからな。 OK、 そっちはコピーしてくれ。そっちは本当にもうすごいかっこいい、もうちょっとまあ最初なんで難しいのいっぱいあって、やってみたらこんなんじゃなかったってのもたくさんあったけど、 OK、 サマータイムブルースをレコーディングして、そのサマータイムブルースはもう俺は最高だと思ってる、日本で最高だと思ってる。これは嘘じゃない、俺は嘘ばっかり言ってるけど、これは嘘じゃない、本当にサマータイムブルースの感想部分の俺のギターは完璧に山本教授に勝っている。 OK、 何回も言うようだけど、女の拍手はいらない、男の拍手が欲しい。 OK、いいか、みんないくら山本教授に指が速そうだからって騙されちゃいけない。俺の指は見てると遅そうだけどそんなに速くないぞ、大丈夫、みんな安心してコピーしてくれ。あれはフランジャーがあれば誰でもできる。あ、 OK、 かっこいいことになってるから、ぜひあれは本当日本で最高のやつだと思う。一曲は中にはなんかちょっとロックとは思えないようなのが入ってたりしてちょっと買ったらドキモ抜かれる曲があると思うんだが、OK、ファーストアルバムは10月21日、セカンドアルバムは5月5日に発売予定なんて、誰も何にも言ってないんだけど、OK、そうだから5月の5日までにファーストアルバムをみんなコピーして2枚目に備えるようにしてくれ。女の子は歌をコピーするとかいろいろやるとこあるから、OK、今日のテープではコピーしないでくれ。ミストーンがいっぱい入ってるから、OK、じゃあ続いてやる曲はいつもやってる曲で、野良猫。YouTube じゃのお前な、深いボーカル以上付き合っちゃいられないのさ、もうさに負けちゃう。お前の顔見てるだけでムカムカするし、俺もないから消えてくれ。Yeah!
OK、本当に今日は本当にローディプラザ本当に昼間からやっててなんか調子が狂ってんだけど、OK、ローディプラザは昼間からやってたとしてもレコード出る前から出しててもらったから本当続々出してもらいたいと思ってるんだ。OK、ミキシングルームの中に人がいなくなってしまった。あんまりうるさい。あ、いた。あのほらあの黒いもっとしたあのマーク・ボランのような人、あの人はミキサーの割には決めてると思わないか。俺はすごい思うんだ。あれきっと必ずスターになる座を狙っているんだ。スタッフというのは必ずそうなんだ。いつもかっこいいぜ本当に。俺好きだよそういう誰も見てなくてもやっぱネクタイをくるパッとこうメタリックで決めるぜっていう。怒ったやっぱり。いや怒ってない。そうか。オッケー。だからみんなも見に来るときはもっとステージ衣装着てこなきゃダメだよ。もっと盛り上がって。オッケー。あのレイジーとかああいうのなんかこんな鉢巻きしてレイジーとかみんな書いてあるじゃない。ああいうの本当ああいうのやんないんだ。ああいうのな子供バンドってやって本当恥ずかしいだろうな。打ち返って投げ捨てたりして、なんでこんなことやるっけ、やりたくないわなんて。そうだ、だいたい女の子のファンがそういうことをやるとあのミーハーだとかなんだかんだバーバーバーのというやつがいるから男がやるようにしよう。ほんなら俺たちはいいだろ。男はよショートパンツこう食い込みそうなショートパンツちゃんとたすきがけに子供バンド大好きよってこう書いてランニングで脇毛ももうはみ出てそれに限るとやっぱそうだ。どうかなんか俺たち子供バンドもずっと頑張ってきてやっとこんなもう全然レコード出てないのにいろんなとこ出れるようになったんだよ。それでそれで盛り上がってんだからせっかくもっとお前らもなんか普通の格好して盛り上がれよもうちょっとだもう話題性としてあとファンが異常だとかいうのがまた雑誌社なんか行くともう調子が良くていつもなんかいつもあるものを持って帰るとかそういう評判しか俺は立ってないから今度はファンが面白い。ファンがショートパンツに食い込みパンツにたすきがけで攻めてくるとかステージを占拠なんてリードボーカル歌えず泣いているとかね。そういうのでやろうぜ。女の子はもうあんまキャキャ言うとなまた変なミーハーって。本当俺たちは一番キャキャ言われて嬉しいんだけどよ。本当は怒ったような顔してんだ。うるせえなあとで見たの前で一番前の子すごい可愛かった目が真剣だったとか言ってるんだ大体この辺の二人で。そうなんだ。 OK だから男はやろうぜ今度ぜひな。あのステージ上上がってきてエフェクターいじくるんとかそういうのだけはなしにしてな。あれはやばかったよ本当殴り合いになるからな最後。そうそれでそういうさこうギャーギャー男がさそういう格好しててさそれでもし子供バンドが人気出ちゃってさでっかいとこでやれるようになってさもし本当に女の子キャーとかいうの、まあ、まず絶対来ないだろうけどさ俺のところもやってわーじっくりすごい愛してるとか言って来るようになったらさそういうショートパンツ食い込みパンツしたやつがさ出てきたおらとか言ってこう警備員やるわけよ。いいじゃない。だいたい警備員ってだな変なさなんかヤクザの手下みたいなのが出てきてさこんなネクタイ締めちゃってさどんなお前とか言ってさ全然かっこよくないそれショートパンってツンツンツンとか出てきてさお前降りろパンとかやったらさやっぱそれもう絵になるじゃん。やっぱそれ楽しいのがいいよなやっぱな。そうだよ立ち上がってさでそれ警備員がさお客さんが全然乗らなかったらさ煽っちゃったりしてな逆にな前のでショートパンツでみんな立ち上がりましょうなんかお前見てるとすごいそういうアイデア出てくんだ俺許してくれよ。なんかお前見てるとなんかそういう軽いなんかこうすごい印象的だぜ。本当バンドやってんだろやっぱりな。バンドやってない珍しい。男のファンは大体バンドやってるんだよ俺たちの。それでね必ずなんか見てってあんなことやってたから言ってね打ち返ってやりたがる。そう何を言ってんだこれだってお前5年間の苦しい下積み生活があるからこういうハイテクニックをお前身につけたんだからみんなショートパンツ食い込みパンツ来なきゃダメだよ。 OK そんなのどうでもいいんだ。 しつこいなんて言うなよ前の方で聞こえるんだから後ろ向いて。これでもかなり喋りには最近気を使ってるんだ。いつも喋りが長くなってなんか曲が全然できないとかいろんなこと言われて。 OK そうじゃあ今日も喋りが長いな。OK 録音あポーズ忘れた。録音しちゃった喋りも入れちゃった。じゃあもう途中で終わるぞそういうのテープ必ず。もう最後に2曲ぐらい入ってないの喋りばっかりで近くでさ寝る前に聞こうかしらなんてさパスなんてずっとこんなショートパンツ食い込みパンツなんで興奮して眠れなくなっちゃってないですまあいいや7つの海を冒険するキャプテンキッドのさこいつもレコードに入れたぜキャプテンキッド。ムカつく時にゃあ
Thank you.
バイ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 よ。チョブメイクありがとう。
はい、どうもありがとう。もう一度最後に盛大な拍手よろしくね。子供バンドでした。録音したテープはじゃあ家へ持って帰ってゆっくり聞き直してみてください。ね今日はそういうわけで2回45分間、ね、2回のステージを楽しんでもらいました。また来月も出る予定ありますからね、楽しみに待っててください。なおこの後5時半からジョッキータイムなんかもありますので、時間ある人はのんびり、楽しんでってください。今日はどうもありがとう。